こんにちは、コートエシェール日本担当のアスマです。今日はまこない社長が愛用しているコートエシェールリスバッグの素材違いについて徹底解説していきます。まこない社長にご紹介いただいて、コートエシェールのバッグに興味を持っていただいた方たくさんいると思うんですけども、いざコートエシェールのオンラインサイトを覗いてみると気づくと思うんですよ。種類多すぎじゃね。そこで今日はどのモデルがまこない社長が実際に使っているリスのバッグなのか、そして他の素材も非常に魅力的なものになっているんで、どの素材のものが皆さんのライフスタイルに合うか徹底的に解説していきます。僕はコートエシエルを9年間愛用しています。コートエシエルが好きすぎてそれが仕事になってしまい、今ではコートエシエルの日本の担当者をしています。僕の他の動画では今まこない社長に愛用いただいているコートエシエルのリスのバッグの機能の解説であったり、ミニマリストにおすすめのコートエシエルバッグ3選なんかも紹介してますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。では早速紹介していきましょう。どうぞ。リスのバッグは素材6種類今存在するんですけども、今日は4種類解説します。もうこの4種類だけでシェアのもう 99% これで分かるようになっているんで、もう今日この4種類だけ押さえてもらえれば全く問題ないです。エコヤーンブラック、エコヤーンブラックメランジェ、コーテッドキャンバス、そしてオブシディアン、この4つの素材になっています。じゃあ1つずつ見ていきましょう。1つ目、この素材がエコヤーンブラックです。エコヤーンブラックは今、まこない社長が実際に愛用しているものと全く同じものになります。特徴は3つあって、撥水性、機能性、そしてエコなんです。1つ目の特徴が撥水性です。ある程度の雨や水に濡れても表面で水弾いてくれるんで、撥水性があるっていうところが特徴の1つ目です。2つ目が耐久性です。僕このエコヤーンブラックと全く同じバックパック持ってるんですけれども、そのバックパックでいくと 4,5 年使ってても全くへたれてこないです。バックってもう毎日使うものなんで、朝とかこういざしょう時にペロってなってると、なんかちょっとテンション上がんない時あると思うんですけども、このエコヤーンであれば 4,5 年もう使っててもテロンってなることがなくって、もう結構張り腰感をキープしたものを使えているんで、この耐久性非常におすすめのポイントです。そして3つ目がエコヤーンと言われるだけあって、エコな素材になってます。コートエシエル2008年からのブランドなんですけども、エコヤーンっていう素材その当時から使っていて、実は環境に配慮した害のあるものを出さないプロセスで作られている素材になっています。今でこそサステナブルとかっていう言葉ってすごく言われたりするんですけれども、もう13年前からそういったところにも取り組んでいる、コートエシエルのブランドとしてのポイントにもなっていると思います。このエコヤーンブラック、もうリスのバッグでとにかくもうまこないさんと全く同じものを使いたいっていう方には非常におすすめになっています。次にエコヤーンブラックメランジェ紹介します。先ほどのまこないさんが使っているエコヤーンブラックの色違いと思っていただければ全く問題ないです。特徴は色違いなんで、先ほどのブラックと全く同じで、撥水性、耐久性、またエコっていうところも同じです。またブラックと違うのは、このエコヤーンブラックメランジェ、近くで見てみると、黒い糸とか白い糸、グレーの糸、いろんな糸がまだらに入り込んでいるんで、それで全体のこのグレーの色を出しています。バッグってなんか日常的に使うもんなんで、ちょっとしたことでちょっと黒い汚れがついたり白い汚れがついて、これもね、やっぱり朝見た時に、うわ、いつの間にかこんな汚れついてたんだ、みたいな感じで、個人的にはそういうことで起こしたりするんですけども、このエコヤーンのブラックメランジェであれば、そういった汚れによってテンションが落ちるっていうことがないんで、汚れが目立ちにくいっていうところが、このエコヤーンブラックメランジェの特徴です。このエコヤーンブラックメランジェは、バッグには撥水性、耐久性、そして汚れにくい方がやっぱりいいよねっていう、ナックバッグ使いたい方に非常におすすめのカラーになっています。3つ目は、コーテッドキャンバスです。この素材は特徴が2つあって、リスのシリーズで最も撥水性が高くて、高級感があります。これこんな感じで、ちょっと水垂らしちゃっても、雨に濡れてしまっても、さっとこういう風に拭いていただけると、もうすぐに乾いて、
目立たなくなるんですよ。この素材、キャンバスにポリウレタンっていう加工がされている生地なんで、生地の表面である程度の水とか雨であればストップしてくれます。で、先ほどみたいにさっと拭いちゃえば中の荷物が濡れることなく使ってもらえます。結局雨降っている時に傘差すと思うんですけれども、一番濡れるのってバッグだったりしません？でもそういう時にさっと拭くと乾くっていうのはもうすごくいいと思います。もうびっしゃびしゃで出勤してきてどうしたっていう時ありますからね。そして2つ目の特徴が、高級感のあるパーツが使われてます。このコーテッドキャンバスの素材だけ、4つ目、レザーが、本革のレザーが使われてるんですよ。牛革です。こういったところとか、バッグの裏側のハンドルの部分、こういったところも牛革の素材になっているんで、パッと見た目にもすごく重厚感、高級感があります。このコーテッドキャンバスはとにかく水に強い素材がいい。そしてバッグにある程度高級感があった方がかっこいいなっていう考える方、そういった方に非常におすすめの素材になっています。最後がオブシディアンです。オブシディアンも特徴が2つあって、やはり強い撥水性があるということと、ファッション性が非常に高いっていうところですね。オブシディアンはポリエステルの素材の上に、さっきのコーテッドキャンバスと同じポリウレタンの加工がされているんで、これを水に濡れてもうさっと拭ってあげるともうすぐに乾きます。やはり中の荷物を雨から守ってくれるっていうところが特徴ですね。特徴の2つ目がファッション性が高いっていうところなんですけれども、まず生地ですね。これメッシュで切り替えになってます。オブシディアンってこの素材正式名称オブシディアンスポーツと呼ばれてるんですけども、このメッシュの切り替えがあることによってよりちょっとスポーティーな雰囲気があるっていうところと、ファッション性を非常に高めてくれてると思います。この両サイドについているバックルもスキーのブーツのビンディングの調整するベルトのパーツですね。そこからインスピレーションを受けて付けられているパーツになっています。だからジップもこのシリーズだけ、オブシディアンだけ止水ジップが取り付けられているので、より中の荷物が雨とかから水に濡れにくい仕様になってます。なんか見た目にも止水ジップになってると全体の雰囲気が締まってかっこよくなりますよね。バッグにもファッション性を求める方にとってもおすすめの素材になってます。今日はまこない社長が今愛用しているコートエシエルリスのバッグの素材違いについて徹底的に解説しました。まこない社長と全く同じものがいいっていう方はエコヤンブラック、汚れにくい素材がいいっていう方はエコヤンブラックメランジェ、水に強くて高級感があるのがいいっていう方はコーテッドキャンバス、水に強くてファッション性が高いものがいいっていう方はオブシディアンがおすすめです。これからも僕の動画ではコートエシエル実は50型以上商品数あるんで、少しずつ地道にコートエシエルの良さを発信していければと思っています。こんだけコートエシエルのことを解説している動画は他にはないんで、ぜひ少しでも役に立ったと思ってもらったらば、チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。